さて、「魔界転生ですが山田風太郎原作の人気時代小説でまさに壮大なスケール雄大な歴史ロマンそして奇抜かつ摩訶不思議な展開、まあ、時空を超えたアクションエンターテインメントの最高傑作です早速出演者並びに脚本演出の皆様にご登場いただきます <music> 続きまして魔界衆の荒木又えもんを演じる伊塚健太さんお願いします荒、はいえー、木又えもん役を演じさせていただきます伊塚健太と申しますよろしくお願いします、えー、魔界転生という作品はあの悪役魔界から蘇った人たちという魔界衆の面々がとても強くてとても 魅力的な人たちばかりが出てくる作品だと思ってます悪役が強ければ強いほど魅力であればあるほど作品全体も野球衆もみんなが魅力的に見えて盛り上がると僕は思ってますので魔界衆の一人として花のある強い魅力的な敵荒木又芽を演じられたらなと思ってます全力を尽くしますよろしくお願いします 秋のお望みでございいいまますすよろしくお願いいたしく願た魔界転生というと山田風太郎先生のです、ねえー、傑作時代劇でございまして、えー、なおかつあの深作金次監督の有名な映画版もございまして、えー、そのどちらのファンの方にも納得していただけるような脚本というつもりで、えー、精進して書きましたおそらくスタッフが読むと激怒するような。 どうややってやるんだこんなものっていうような感じのかなり無茶なことをいっぱい書きましたので、えー、まあでも堤監督は多分あの燃えてくださると思ったので、えー、今回は2回目の顔合わせでもありますので、えー、思う存分胸を借りるつもりで、えー、むちゃくちゃな脚本を書きました。えー、よろししくお願いいたします えまあ見たことのないものをどうやって見るものにしようかなというので日々頭を悩ましておりまして、もうご飯を食べててもですねそのことばっかりが考えてしまって、ですねえ今できる舞台技術のおまあ能力の最高峰を結集して、かつ、とにかくやったことのないことに挑戦しようという、そんなかなり大胆な舞台になっていくんじゃないかなというふうに思います。一番言いたいたのののはあの俳優の役者の皆様ですね 大変です本当に大変です体調を整ええー、身切れにしてですね、えー、お越しいただきたいというふうに思っておりますどうかよろしくお願いいたしますまあ、俳優の皆さんがあのー、そのモテる身体の限界まで特に男性陣ですけども、えー、年齢関係なくですね、えー、チャレンジしていただくというのがまず 1> 1つ2点目としては、えー、装置が、えー、縦横無尽、シーンとシーンの間は短をございましてですね、まあ、どんどん変わっていくと、どんどん変わるものに対応する装置を、えー、現在、えー、考案中でございます、えー、ちょっと本当にあるとき、あるとき思いついちゃって、ちょっと特許を申請しようかなぐらいの、ちょっと、<laughs> まあそれは冗談ですけれども、<laughs> 3つ目としましてはですね、 あのまあハイテク舞台技術の推移を結集いたしまして、ナイティングしかり、音響しかりなんですけれども、映像というものに関して、私、軸足の半分は映像でございますんで、それを武器として最大限使わさせていただいて、いわゆるプロジェクションマッピングというのは、最近、大流行りでどこに行ってもある言葉なんですけれども、そのマッピングってこんなもんだよねという、ある種の概念を突き破るべく、 えー、いろいろスタッフと考案して提案していきたいというふうに思います大きく分ければそういうことでございます通常の舞台用の脚本と一番大きく違うところはもう場数が多いっていうところですね1、えー、幕だけで16場ぐらいございますので <laughs> あの通常では考えられない遠慮なくバンバン描きましたので僕が自分が演出する場合にはこんな絶対無理だっていう、はい。<laughs> 僕の基準でこれは無理ってで、むしろこれができたのを見たらすごいって思うというようなだから自分でもちょっと想像がつかないあのような風に書きましたので,でなおかつあとセりフだけは、えー、その今回こんなに、えー、実力のある皆さんその俳優のこれだけの。 方がね、人数が集まってくださるというのはなかなかめったないことですのでそ,れもそこも存分にですから芝居のしどころとしてもあるいは何,何でしょうその、えー、芝居の熱量としてもとても高くなるようにでなおかつ仕掛けも多いっていうようなだから本格的本格時代劇でありながら、えー、ものすごく娯楽、えー、超娯楽作品でもある、えー、突き抜けたエンターテイメントでもあるというそういうようなものになることを目指して書きました。 ですから原作映画どちらにもリスペクトしつつでも全く違う新しいものをというコンセプトで書いております。